さて今日のレノ賞なんですけれども、はい、沼田選手にご登場いただきました。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。いや、沼田選手、あの試合前 の、 そのルーティーン、はい、かなりこう変わったことを、ね、されているということを伺いまして。そうですね、まあ、ちょっと人とは違う部分が多いかなと思いますけど。そうなんですか、はい、皆さん、なかなかですね、私たちあのウォーミングアップはね見ることができるんですけど、はい、その前の段階というのは、はい、見ることができないので、はい、ちょっとカメラが入りました。はい、恥ずかしいです今日なのでちょっと映像を見ながら、はい、どんなことをされてるのかっていうのをですね説明していきますね。そうです、はい、いいですか。頑張ります。お願いします。じゃあ早速映像を見てみましょう。はい、バス入りです。はい、沼田選手はバスどの辺に座ってるんですか。そうですね、大体、運転手席側の後ろから2番目か3番目に座ってます。こだわりあるんですか。特にないです。えでも一番早く降りてきますよ。そうですね、大体一番最初に降りてきます。すぐ行きたいですよね。すぐ行きたい、はい、ですぐ着いたらまずピッチの様子を。そうですね、状態確認します。これね、状態確認する人としない人がいますけど、なんで確認するんですか。そうですね、まあどんだけ濡れてるかとか芝生の長さとか確認して、そしてトレーニングルームといいますか、はい、移動して後ろにいるのが沼田選手です。はい、そうですね。まずこれは体を伸ばしてます、はい、ストレッチ。まずストレッチします。いつもストレッチして自分の体どこが硬いかとか伸びがいいかとか、まあ、筋肉の状態チェックしたりしてます。じゃあこれ今自分の体と対話をしている。そうですね、向き合ってます向き合ってる状況なんですね、はい、この日どうだったんですか。この日はね、結構まあ、ちょっと硬かったですね最初。あ、これね、はい、硬かったんだ。でもすごい柔らかいように見えます。そうですね、昔めちゃくちゃ硬かったんですけど、でもストレッチ続けてたらちょっとこんな風に柔らかくなりました。はい、あ、なんか登場しました何ですかこれ。そうですね、これカッサっていうナイフ状 の、 あの筋膜リリースする道具なんですけど、うん、あの硬いところをあれで擦ることによって動きが良くなるんですよね。筋肉ほぐしてるっていうことですか。はい、筋肉ほぐして動きやすくするっていう道具ですね。カッサって言うんですか。カッサって言うんです。なんかいろんな形あるんですけど、うん、僕のはナイフみたいな形してるんですけど。本当ですね、今ちょっとあの肩甲骨というか、はい、そうですね、脇をほぐすって結構伸びが良くなるんですね、この。へー、はい、全然違うものです。全然、僕は全然違うと思います。というかこれ初めて見たんですけど。そうですね、やってる人ほんまに見たことないですチームにも沼田選手だけだけです。へ、存在を知ってる選手はいるんですけど、うんうん、自分で持って自分で使ってる選手はあんまり見たことないですね。なるほど、はい、カッサを置いて。そうですね、カッサを置いて他の動き、違う筋肉のを動かして状態チェックしてます。これ自分がどの筋肉を動かしてるかっていうのはもちろんですけど、理解しながら動かしてるんですよね。そうですね、この動きどこを動かしてるの、まあ、背中だったりこの 前の腸腰筋とかだったりを伸ばしてる。これは今もも裏伸ばしたりとかして、あ、今日硬いかな、伸びがいいかなとか、あの、筋肉がもも裏とかよく張ってると足が伸びづらくなってたりとか、うん、力も入りづらかったりするので、うんうん、まあ、いろいろチェックして、で硬かったらまあカッサとかでほぐしたり。やっぱりあの硬いとそれこそ怪我にねつながってしまったりとかっていうのが。そうですね、ありますもんね。あります。うーん、これはどこですか。これも背中とかこの肩甲骨の動きだったりとかチェックします。あ、また取りましたよ、カッサを。そうですね、カッサで、これは今あのもも前というか腸腰筋ってところなんですけど、をほぐすことによってこのストレッチもちょっと深くいけるというか。カッサが登場するときは、はい、自分の中で何かこう伸びが悪いなって感じてるところなんですか。あ、そうです。あ、寝転びました。これは今背中にあの今ちょっと見えづらいんですけど、あの片尾くんっていう。片尾くん？はい、東急ハンズとかで持ってるんですけど、はあ、あのこの背中に置いてなんていうんですかね、あの背中を伸ばす、胸郭を広げるっていう作業のを手伝う道具ですね。だからなんかすごくそれこそ胸郭っていうんですかね、ちょっと盛り上がってますね、はい、お、立ちました。これはヨガのポーズを。本当だ、ヨガです。ヨガのポーズを取り入れてて、うん、まあ、これは股関節、あの体の股関節周りとかも力に入れ具合とかもそうだし、動きもそうだし、うん、まあ、呼吸してちょっとあの自分を整えるみたいな。めちゃくちゃ綺麗ですね。そうなんですか、
ちょっとこうやってこうやって見たことないから初めて見ました。いやでも鏡見ながら、鏡見ながらやりますけど、すごい綺麗ですよ。整うとね、すごい整えてますね。うーん、おー、片足を上げてバランスが、これね、いい時はもうピターッと止まってる。あー、これはじゃあご自身の中では、まあちょっと揺れましたね、今ね。あ、揺れたんですね、はい、これは股関節、これは股関節意識して、これ股関節動かしながら呼吸を、お腹の周りの呼吸を意識しよう。股関節を意識しながらお腹の呼吸を意識する、はい、すごい逆立ちして、逆立ちはもう毎回取り入れてるんですけど、なんで、あの体がしっかり、なんていうか、軸が入ってると、これもう今最初は足つけてますけど、足離れててもまっすぐ立てるんですよ。だからちょっと体がなんか反り腰になってたりしたら、こうすぐ倒れちゃったりするんですけど、あの整えた後に、あの軸が入ってるなってなると、まっすぐ立てるんですよ。目安ってことですか、整ってるかどうか。そうです、はい、今確かめたってことですか、はい、ちゃんと全部に意味がある。いや、そうです、ある程度意味ありますね。ねえ、はい、そして戻しました。これちょっとなんかちょっとあれですか、それちょっと、これ今あのもも裏の付け根ら辺がちょっと硬かって、ちょっと動きが悪かったので、今の逆立ちをして、そうですね、分かったというか、はい、部分をもう一度やってるってことですか。そうですね、あの足の伸びとかが、なんていうの、足をまっすぐ伸ばす状態って伸ばしづらかったりする時ってあるんですよね。なんかその疲れが溜まってたりとか、うん、そういう時はあの膝の裏とかをこうやってほぐすと、足がまっすぐ、足、あんまり膝の裏なんですね、マッサージすることないじゃないですか。ないです。膝の裏のをマッサージすると足が伸びやすくなったり軽くなったりするんで、なんかすごい痛そうですよ、膝の裏グリグリしてるんですけど、めっちゃ痛いです、めっちゃ痛いです、これ、そうすることで、でも、まあ、ほぐしていくことで伸びが良くなっていく、伸びが良くなったり力が入りやすくなったりするんで、めっちゃ痛そうですよ、めっちゃグリグリしてる、めっちゃ多分痛いです。普通に人にやってもらったりしたらマジ痛いと思います。なんか太ももとかふくらはぎとかの筋肉をそのほぐすのは分かるんですけど、膝は初めて聞きました、ね、そうですね、くるんってしてます、ね、そうですね、これをまあね、いつもやるんですけど、はい、なんですか、これを、うん、この転がってるじゃないですか、はい、これがなんか反り腰になってると、うん、ガタンってなるんですよ、まあ、綺麗にあのボールみたいにこうならないんですよね、うん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 、ガタン、なんかちょっと引っかかりがあるんで、引っかかりがあるかないかのチェックで、あの動きよくしてます。背中にコローンってなったらいい、まっすぐコローンってなったらいい、そういうことです、そういうことです。終わりました。終わりましたね。すぐでしたね。いや、すぐでしたけど、ちょっとあの、はい、さっきの呼吸の話ちょっと聞きたいですね。その股関節をこう、はい、開きながら呼吸と、はい、ちょっとその意味がよくわからなかったんです。そうですね。なんか腹式呼吸とかよく言うじゃないですか。はいはい、とかのこのお腹をこう横に広げる作業をするときに、このあの股関節をなんか捕まってこうしゃがんでやると、ここに入ってるのが分かりやすいんですよ。へえ、そう、それを学んだので、それはちょこちょこ入れてます、こういう呼吸の時に。あの呼吸はすごい、あんまヨガも入れてるのも呼吸が大事っていうところも含めてるんですけど、うん、まあ、その呼吸、自分のがお腹に近呼吸、空気をしっかり入れられてるかっていう確認の動作も含めて、あのポーズだとそれが分かりやすいんですよ。あのヨガとかで呼吸が大事なのはすごくわかるんですよね、はい、そのサッカーをする時のその呼吸の大事さっていうのはどういうところにあるんですか。まあそうですね、そのなんていうんですかね、口呼吸とかになりすぎるとやっぱり疲れも溜まりやすくなるし、なんていうか、なんていうの、なんですかね、じゃあ口呼吸じゃないってことですか。いや口呼吸になっちゃうんですけど、やっぱりめっちゃ走ってたら、うん、なるべく鼻でできるようには意識してますけど、でもダッシュしたところ絶対無理ですよ。絶対。ちょっと難しいですよね。整えるときには鼻呼吸にした方が早く整いやすいです。意識をすることで、まあ、バテにくくじゃないですけど、まあそうですね、なるほど。回復しやすくなったりとか。回復しやすくなる、うん、っていうのはありますけどね。それが、これ普通のサッカー選手の皆さんやるんですか。いや、わかんない。初めて聞きました、ね、やってる人もやっぱいると思うんですけど、いるんですか、はい、そういうのを意識してるトレーナーの人もいるし、うーん、そういうのはいろんな人に僕も教えてもらいながら自分に合うものを取り入れてって感じでした。
だからバテないというか、いやバテるんですけどねいや90分運動量がその落ちない理由は呼吸、あと今の準備運動というかルーティン、はい、これルーティンですけど、このルーティンがこう変わることってあるんですか？何かこうプラスをするとか。あ、プラスすることもあります。足の指の動かしやすかさとか、あの踏む力っていうのをすごく意識してるので、それが動き踏む力が弱いなって思ったら、この足の指のこの隙間とかを、さっきのナイフを立てて、この隙間をこうやってほぐすんですよ。そうするとこの指がすごく動かしやすくなるんです。足の指が、はい、踏ん張る力、踏ん張る力、踏み込む力とか、掴む力とか、掴む力が良くなるんで、力が入りやすくなるんです。これをこの踏ん張る力、踏み込む力が大事な場面っていうのはどういうところになるんですか？まあなんですかね、いやでもオールジャンル、もう立ってる時点からもう全然違うので、なんか踏めてないとちょっとふわふわした感じになっちゃうんですけど、しっかり踏めてたらグッと力を踏み込めるんで、ジャンプの時もそれですぐなんていうんですか、高く飛べるし、切り返しとかヘディングの時に、ヘディングの時に自分よりも調子の選手に勝つ秘訣は、そうですね、あの飛べるように準備してるってことですね。すごい深すぎますよちょっと聞いてるだけでちょっとね、やってみたくなりました。カッサ多分めっちゃ痛いと思います。カッサを持ってきてくださっています。あ、はい、歯はないんですけど、ナイフの形をした、いろんな使い方、普通にこうやってこういうとこもほぐしたりしますし、この足の指だったらこういう隙間をこうやって立てて使ったりとか、首とかも腰とかも使いますし、万能です。基本的にスポーツ選手が使うものなんですか？もう他に、いや、なんか美容とかでもカッサ、なんかちっちゃいこんなぐらいのカッサで顔とかにやったりするのもあるらしいですけど、やりたい、いや上げていきたい、上げていきたいえ、これがカッサ？はい、これカッサです。なんか他にもちょっと持ってきてもらったんですけど、まあいつもマッサージもね、めっちゃ後輩にいじられるんですよ、これを。もうオイルつけすぎてこのオイルはね、あの沖縄のいつも応援してくれる人がね、はい、このサポあの送ってくれるんですけど、うん、いい香り、めちゃめちゃいい匂いなんですよ、うん、で、しかも、ね、なんつうの、オーガニックというか、うん、すごいちゃんとしたものを配合してくれてるので、うん、リラックス効果もあるし、うん、まあこのほぐせるしみたいな。あ、これこのカッサにこのオイルを塗って使ってるんですか？あ、もう体にオイルバー塗って、でそれでほぐすとたまに、うん、皮膚取れちゃうんで。皮膚取れるのがやるんですか？いや、オイルつけてなかったらちょっと痛いんですよ。あの滑りがいい方が多分いいんで。あ、でもそれぐらい結構強くね。はい。とかね、このもし足の裏が硬かったら木のやつで足の裏をギューってほぐしたりとか。なんか足つぼみたいですね。あ、そう足つぼで使うやつですか。へー。とかあの、たまにあのインスタとかで曲げてるんですけど、このパチってくっつけて、これも引っ張るや効果があるんですけど、これなんだっけ、下脱玉だっけっていう名前らしいんですけど、なんか吸盤みたいな、そう吸盤みたいにこう引っ張るんですよ、うん、だから俺なんかやりすぎて後ついてる今ね、肩がね硬くてね、ずっとつけてたらめっちゃ真っ赤になって、うん、これは、つけることでどんな意味があるんですか？これもあのほぐしの効果ですね、うん、この皮膚を引っ張ることによって、うん、その筋肉と皮膚をこう剥がす効果があって、うん、まあ柔らかくなるというかほぐす効果があるんで、うん、じゃあ今こうちょっとここ気になってる。あ、そうです、硬かったんでずっとつけてたら、うん、あのつけすぎててすっごい後になっちゃった。やり直しちゃったこの後これの後沼田選手がそもそもしっかりこう準備をしようと思われる、まあ、きっかけっていうのはどういったところだったんですか？そうですね、あ、なんか準備の大切さっていうのは、なんかプロに J リーグ入った時点で、なんていうの、まあ、最初ガンバだったんですけど、ガンバに行った時にあの選手みんな準備それぞれ準備してたんで、あ、準備大事なんだなっていうのはふんわり感じてたんですけど、うん、その時はあんまり気づいてなかったんですけど、いつぐらいかな、大宮に2016年に大宮に行ったんですけど、その時のに僕膝すごい悪くて、でそれがしんどかったんですけど、この体を改善することで膝も良くなるってトレーナーが言ってくれて、
で一緒に改善していこうっていうので自分の体と向き合うようになって、そこから本当に膝も良くなって、なんか動きも良くなっていったので、そこぐらいからですね。あ、自分のその体のケアというか、はい、そのよくできるんだっていうことを知ったっていうことですか、ね、そうですね、はい、もうちょっと衝撃でしたね。動かし方もそうだし、例えばストレッチしてたら、あ、今日硬いなっていつもはそれで終わってたんですけど、硬い状態のところをその自分でセルフでマッサージするだけでもちょっと伸びが良くなったりとか、うん、っていう感覚なかったんで。ないですね。ないですよね、うん、ストレッチ、あ、今日はこんぐらいだな、あ、今日手届かないや、うん、で終わりじゃないですか。今日雨降ってるからちょっと調子が悪いのかなとか、何かのせいにしてしまいます。そうですよね、はい、俺もそんな感じだったんですけど、うん、そうじゃなくて伸ばして届かないんだったら、その部分を自分硬いなって部分を自分でちょっとマッサージすることによって、あ、ちょっといけるようになったなとか、あ、手つくようになったとか、っていう、なんていうんですかね、その今の状態からに満足しないで、そのプラスアルファできるよっていうのを知ったので、じゃあそれだったら、じゃあどんどんできることあるなっていうので、いろいろ学んでいって、それで、でヨガだったりとか、まあ、呼吸法とかもそうですけど、まあ、プラスアルファの要素で、自分の体が良くなるために取り入れていったって感じです。体は応えてくれるんですね。応えてくれましたね。今多分ね、あの子供たちでもやっぱりこうあるんですよね、はい、怪我しやすい子、はい、例えばしにくい子、でもそれを防ぐ方法ってあるってことですよね。今はもう昔よりもめちゃめちゃあると思います。それこそ靴下でちょっと保護したりもそうですし、まあ、まあ体の使い方、動かし方によって、まあ、それぞれ本当に人によってタイプが違うんで、僕のやり方が全員に合うとは思わないし、それぞれに違うので、ですけどそれを自分で知ったりとか、まあ、自分で勉強するってやっぱなかなか難しいので、やっぱ詳しい人にやっぱ教えてもらうとか、一緒に体験してみるとか、まあ、そういうことをすれば、まあ、僕も、ね、きっかけはそのトレーナーの方にこのもっとよくできるよって言われたところから、じゃあ一緒にやっていきましょうっていうので良くなっていったので、やっぱ一人でやるのはなかなか難しいですけど、まあ、そういう人を巻き込んでやれたらすごい、子供たちも、まあ、それこそ親御さんとかねがなんか、ね、うん、なんですよね、そういう場所を見つけてあげるとか、子供だけではやっぱ難しいと思うんで、そうですね、はい、うん、まあ、そういうきっかけの動画になればいいかなと思います。そうですね、だからその怪我するのしてもなんかもうしやすいんだとかしね、そういうことじゃなくて、どうにかできる方法はあるから、はい、あります、あるから、はい、ね、その皆さんぜひ見つけて見るといいですよ、はい、ということですね、はい、そうですね、まあ、その一つの参考になればいいかなと思います。そうですね、どうします、カッサの売れ行き上がったら。ということで今日は試合前のルーティーンについて沼田選手に教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。